ジャンガバハドゥル・ラナジャンガバハドゥル・ラナは19世紀、ネパール王国の軍人、政治家。改正前は、ジャンガバハドゥル・クンワル。ラナ家の最小による、独裁政権を樹立した。2回にわたって、最小を務めている。その期間は、 1846年9月15日から1856年8月1日1857年6月28日から1877年2月25日、本名はビールならシンハクンワルであるが、母方のおじ、マートバルシンハタパからもらった、ジャンガバハドゥルで有名になった。彼は単なる独裁者ではなく、宮廷の内紛をなくしたり、 官僚制や法制度を整備するなど、ネパールの近代化に尽くした。ネパール史上最も重要な人物の一人であるにも、かかわらず、近代の歴史家は100年続いた、独裁国家を設立し国民を抑圧し、経済的に最貧国に陥れたとしか評価しない。実際、ネパールの暗黒の歴史を作ったのは、彼の老い立ちである。ジャンガバハドルは、軍人の家系に生まれた。 ソソフラーム・プリシュナ・クンワルは18世紀にプリトビナ・ナライアン・シャハオに重要な軍事指導者として仕えた。ソフ・ラナジット・クンワルはジュムラ地方の制圧に功があったばかりか、中国との戦争でもやはり重要な役割を果たしている。父親バール・ナラ・シンハ・クンワルは1806年に宮廷内で第三代ネパール国王だった法王ラナ・バハドゥル・シャハが 暗殺された時、暗殺者である法王の弟シェール・バハドゥル・シャハを即座に殺害した。この功績により、彼はカージーの称号を賜った。ジャンガ・バハドゥルは1832年、16歳で、ウイジンを飾った。だが、母方の王子にあたるビムセン・タパが失脚するとともに、彼も仕事を失い財産を失った。彼は、数年間、来た。 インドを放浪し、祝王国のラナジット神派へ主観しようとしたが、失敗した。その後、1840年ネパールに帰国し、砲兵隊となる。1841年、王に壊れて、ボディガードとなり、1842年、王宮で、カージーとして使えることになった。ジャンガバハドゥルの母方の王子、マートバル神派が権力者に返り咲くと、ジャンガは、 彼と共に出世するが、神派は、彼の野心を嫌い、法廷相続人の補佐役に左遷した。ジャンガ・バハドゥル・ラナ1845年9月ファって、ジャンガ・シャハが首相になると、ジャンガ・バハドゥルは、連立政府の第4位になった。しかし、政治の実権は、ラジェンド・ラ・ビクラム・シャハ王の王妃である、ラージャ・ラクシュミー・デビーの秘密の愛人で、軍参謀長。 ガガンシンハカワースに握られていた。ジャンガバハドゥルは、ガガンシンハに野心を隠して王妃に取り入った。ジャンガバハドゥルは、ガガンシンハが持っていた7個連隊のうち3個連隊の指揮官になった。陰謀や反陰謀が繰り返される中、1846年9月14日夜、ガガンシンハは、宮廷のバルコニー祈祷中に射殺された。王妃は、 ジャンガバハドゥルに直ちに全提心を王宮系御隊の庭に集めるよう命じた。皇后の命により、ジャンガバハドゥルは部下たちに、コート内部に入れ、王妃の命令があるまで出さないよう命じた。このコート内部では、様々な行きの後、首相ファッテジャンガを、はじめ多くの帝心が虐殺された。ジャンガバハドゥルと6人の兄弟は生き残り、翌日、王妃の命により、ジャンガは、 首相となる。殺されて空席となった帝身の官位や軍の役職には弟や老いなど一族をつけた。王妃のラージャラクシュミーベビーは自分の息子を老いにつけることのみ考えており、ジャンガバハドゥルにスレンドラ王大使の暗殺を命じたが、彼はこれに反対し、王妃を必要によっては国宝で罰するとまで言った。激怒した王妃は、 側近のビールドアジー・バスネット、ガガン・シンハの息子バジール・シンハ・カワースラと共に、ジャンガ・バハドゥルの暗殺を企てた。参加者の多くが、最後の有力貴族、バスネット屋に属していた。このバンダ・ール・カール事件は裏切りにあい、首謀者らはことごとく処刑された。ジャンガ・バハドゥルの指示者の調査の結果、陰謀の背後に王妃がいたことが判明したため、ラジェンドラ王と王妃は、 インドのバーラーナシーに亡命した。1847年5月、ジャンガバハドゥルは亡命していた、ラジェンドラ王の敗を決め、スレンドラを大いに就かせる。ジャンガバハドゥルは、スレンドラを操り、自分の一族に権力を集中した。1850年までに、すべての政敵を追放。1848年5月5日、ジャンガバハドゥルは、 スレンドラ王より、ラージプートの名門名はある王国の君主号、ラーナーにちなんだ、ラナ星を賜った。1851年、英国とフランスを旅行し、近代化の必要性を実感する。ジャンガバハドゥル・ラナ近代化に着手した。ジャンガバハドゥルはまず、法制度の近代化に着手する。これは1854年、ムルキー・アインという1400ページにわたる。 大法典として完成した。1856年、ジャンガ・バハドゥルは、首相の座を、弟・バム・バハドゥル・ラナに譲る。これは、当時重病であった弟の功績に報いる、ためだったと考えられている。それと同時に、国王は、首相の職を、ラナ家の世襲とすることを決めた。これが、1 0年間にわたるラナ家支配の始まりであった。1857年に、 弟が死ぬと、別の弟クリッシュナバハドゥルラナが、首相代理を務めた後、ジャンガバハドゥルは再び首相となり、イギリスに協力して、インド大反乱鎮圧に尽力した。ジャンガバハドゥルは1877年に死去するまで、その地位にあった。死後、弟ラノディープシンハラナが、首相に就任したが、マッテイのディールシャムシェルラナに実権を握られた。 ありがとうございます。